こんにちは、アイラです。今日は12月でいなくなる海の幸をサザエとムール貝と伊勢海老なので、それを取りに行きたいと思います。すごい格好してるけどね。このまま行っちゃおう。じゃあランプ。すっごい寒そう。ダンジネスクラブを取ったよ。イチョウガニとも言うのか。初めてのやつだ。ナマコだって。サザエ取った。サザエ取ったことあったんだ。うん。あ、伊勢海老取った。やったで。ムール貝は取ってないけど、多分ムール貝はね、前に取ったことあるんだよね。この子も早いな。この子早い。ダッシュ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 、追いつかない。もう追いつけない。よし、取った。ん、なんだろう。回廊洞穴だって。ヴィーナスの花かご。すごいすごいの撮った。なんか綺麗なやつ。イソギンチャク。今日撮ったのはナマコ。ダンジネスクラブ撮ったことなかったんだ。でこれですよ、伊勢海老。今月までです。お早めに。回廊洞穴2月までだね。これ撮ったことなかったんだ。綺麗だね。ムール貝はね、9月とかに撮ったから、これも今月まで。サザエだね。サザエも12月までだね。はい。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。またねー。あ、こっち向いてくれた。